特技とか言った方がいいですか？特にないんですけど。知らない。やることがない。はい、じゃあね、とりあえず改めて面接するんで、1人ずつ、まずは自己紹介をお願いします。はい、おはようございます。黒田博文、17歳です。よろしくお願いします。ちょっとオーディションみたいになってるよ。面接じゃないやろ、これ。失礼します。そんな感じなの？絶対オーディションやん、これ。自己紹介、それだけでいいんですか？やばい。もっと話してもいいんですか？もっと話してもいいんですか？もっと話してもいいんですか？今は東京に住んでいるのですが、もともと山形県という東北地方の山形県に住んでいました。違う。はい、じゃあ次、そこの君お願いします。はい、ソロメキン。なので今は静岡県に住んでて、今日も静岡から来ました。それで特技とか言った方がいいですか？お願いします。特にないんですけど。特にないんですけど。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 最近二重跳びができるようになりました。ありがとうございます。じゃあ、あの、一つ聞いていいですか？はい。なんでないなのって言うんですか？特に理由ないです。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 山内すずです。17歳です。特技って言えるほどのものはないんですけど、小学生の時から編み物をしてるので、編み物が得意です。この面で。お願いします。なえなのさん、はい、当社を志望した理由を教えてください。御社を志望した理由といたしましては、そうですね、家から近かった。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 はい。当社があなたを採用するメリットって何ですか？関西人なんで、すごく元気です。関西人なんで、すごく元気です。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 5年後にどのような仕事をしたいですか？はい。僕は、そうですね、1年後、2年後、3年後、4年後そんな先の未来のことを今まで考えてきたことはなく、目の前のことに全力で取り込もうとしたことしかないので、5年後のことを聞かれましても5年後のことを聞かれましても、5年後のことを聞かれましても、5年後のことを聞かれましても、あなたの長所について教えてください。あんまりないんですけど、強いて言うならば、そうですね、強いてっていうのであれば、あ、カラコン入れるのがうまいです。カラコン入れるのがうまいです。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 聞きたいことがない。どうせこいつらに聞いたもん。死んだ。死んだ。じゃあ最後に、はい、ヒロム君から順番に一言ずつ。はい。一言お願いします。はい。ありがとうございました。つまようじとしゃもじが食べたい。食べたい。スルメ、うちと食べたい。ずっと二人でお風呂に入りたいんだけど。